国はね、軍事基地を作ると言いましたか？米軍が平常時に頻繁使うと説明しましたか？何を根拠にこの活動家みたいな答弁してるんですか？アメリカには報告もできるんでしょ？なんでアメリカには行って、この住民保護の重要な支援体制をもらう九州には赴くことができないの？この原因を生んだのは一体何なんですかと。この状況を生んだのは誰ですか？10年前まで静かな海だったんですよ。こんなこと考えなくてよかったわけ。10年間ことで変わってきて、誰が問題でこういうことをしたのかということぐらいは分かるでしょ。また中国に言うなって言われてるんだら言わんでいいよ。じゃあ中国にこういうことはやめなさいと、脅かすことはやめてくださいぐらいのことは言えるでしょ。こういうことはね、知事が言わないとダメなんですよ。次にインフラ整備の強靭化についてですけどもね、特定利用の公安指定の件ですけどもね、部長ね、答弁においてね、軍事目標等を規定するジュネーブ条約とかの関係とか、米軍の利用とかね、整備後の運用に不明があるとしてるから、これ、何のことかさっぱり意味不明ですよ。国はね、軍事基地を作ると言いましたか？米軍が平常時に頻繁使うと説明しましたか？他県と本県では国の説明が異なるのかと、一体何を根拠にこの活動家みたいな答弁してるんですか？それが知事の認識なら、これ、大問題ですよ。これちょっときっちり答えてくれませんか？全くおかしい、なんちゅうこれは答弁かなと俺は思って聞いてましたよ。当初権である本県におきまして、空港港湾は離島における人流物流を支える住民にとって欠くことのできない社会資本であると認識をしております。こうしたことから、空港港湾の民間利用においては支障があってはならないというふうに考えております。そのため、施設の管理運営等に関する内容について確認を行っているところであります。8月23日に鹿児島県知事が、ね、特定利用のと公安の同意のコメントがあったんですよ。これ実に明快でね、実に説得力がある。これ見習うべきだなと思う。知事はこの件についてのコメントを読まれましたか？奉行か誰か読んでますか？申し訳ございません。今議員ご発言の内容については、詳細な資料が手元にない状態でございます。知事は読んでないですか？はい、どのような内容かについては残念ながらまだ読んでおりません。ね、ちゃんとこういう問題があるなら、ちゃんとどういうことで皆さん考えてるかっていうのを同じ説明聞いてるんだからね。ちょっと読みましょうか。国から説明を受けて、各種不明な点を確認してまいりました。国からはこれまでの空港港湾の運用と変わらず、円滑な利用に関する枠組みでは、あくまでも民生利用を主とするものであること、自衛隊や海上保安庁の優先利用のものではないこと、関係法令に基づく管理者の権限や運用は変わらないことを確認をしました。で、また、自衛隊や海上保安庁専用の施設を整備するものではないということを確認いたしました。また、自衛隊や海上保安庁が各空港、港湾の状況に精通することで、災害対応に迅速に対応でき、能力を最大限発揮することを期待ができるというふうにまとめているわけですよ。なんでこれがジュネーブ協定の運動 になっていくの？同じ説明を聞いて。おかしくないですか？米軍が使うと言ってますから、規定の中にも入ってないよ、こういうのは。もう一度答弁してください。今までの答弁が正しいかどうか、適切かどうか。先ほどもお答えいたしましたけれども、図書券である本件におきまして、空港港湾は重要な社会資本でございます。これらのことから、民間利用に支障があってはならないと考えており、施設の管理や運営につきまして、内容等の確認を行っている状況でございます。ちゃんとですね、鹿児島のコメントをちゃんと読んで学習されていただきたいと思います。それと整備には B/C を勘案するということになってますけどね、今言ったように、平常は民生利用なわけですよ。で、これはそういった意味で、もし何か起こるとき、有事の際にはインフラの強靭化が必要不可欠なことはもう言うまでもないわけですね。知事はこれまでの答弁で B/C と生命の命を計らにかけてるんじゃないかと、私は思ったりもしてるわけですよ。B/C があるからなかなかできない。これはね、ちょっとおかしな話ですよ。早めにこれをしっかりと整備することによって、一刻でも早くね、この絶対に住民の命を救うんだという、この知事の思いをしっかりと形にしてもらいたいと思うんですけどね。知事どうですか？費用対効果につきましてですが、総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備に関する Q&A というものが国から出されておりまして、その中で、特定利用空港港湾においても、他の公共事業と同様にコストベネフィット分析等を行い、民生利用の必要性が確認されるというふうに記載をされております。県としましては、民生利用、民間利用において、費用対効果は事業化において必須のものであるというふうに考えているところでございます。住民保護と費用免疫、これがね、同等で語られるはずがないんですよ。ですのでね、
これは住民保護にとってともとも大事なインフラだということを指定をするために国と話をすればいいんですよ。そういうことでしっかり交渉の場で国としっかり話をしてくれませんか。それとね、住民保護の計画シェルターについて知事の認識についてお答えしますけれども、知事はね、九州各県の知事に住民保護の受け入れについて面談して社員と具体的な協力依頼を 前回の会議後されていますか。九州知事会におきましては、6月3日の九州知事会におきまして、先島地域諸島の住民避難の受け入れ検討の議題がありまして、で九州各県からはその受け入れ検討を前向きに受け止めていただき、積極的に取り組んでいく旨が表明されたことに対して、池田副知事から謝意を伝えたところでございます。以上です。受けいたします。中国市長、僕今何て質問した。前回の議会後、各九州の知事に面談して社員と具体的な協力依頼をしたかと聞いてるんだよ。6月の話はもう終わってるよっけよ。人が言ったことにちゃんと答えてくれんかな。九州知事会において九州知事会の機会がまだございませんが、本年8月2日に全国知事会に出席し、知事はですね、知事は全国知事会に出席し、九州山口各県における沖縄県先島諸島からの住民避難の受け入れ検討に言及して、各県知事に理解を求めたところでございます。以上です。じゃあ自分が九州に行ったわけではないんだ。行って、自分が出向いてしっかりと話しに行ったわけではないわけだね。アメリカには報告もできるんでしょ。なんでアメリカには行って、この住民保護の重要な支援体制をもらう九州には赴くことができないの。これ一体どういうわけですか、これ。はい、直接赴くことも非常に重要なことでもありますし、また、機会を得て、その方々と会えるときに、謝意を伝えるということも重要だと思っております。これは失礼でしょう。自分が赴いて受け入れてるって、県で表明してるわけだから、具体的な案を持って。赴いてお願いしますと、何があったときは頼みますというのは、これが筋論じゃないですか、知事。もうこれね、知事、今の答えでいいんですか。僕は残念だな。有事の際にね、知事はまたね、利用する避難シェルターの整備についてね、知事はね、さまざまな意見があると、難色を示しているわけですよ。で、住民の身体、生命の保護の重大性を超えるさまざまな意見というのは、どういう意見なのか。具体的に答えてほしい。シェルターに関する住民の意見につきましては、まずは石垣市の住民意見交換においては、障害者の要望を踏まえて取り組んでもらいたい、あるいは市民の税負担が増えることはないか、見切り発車ではないかなどの意見があったと承知しております。また、与那国町の住民、意見交換では、シェルターを島に作る話を聞いているが、各家にシェルターを作るなど、危ない危険性があるなら島にとどまりたいなどの意見があったというふうに承知しております。ようです。休憩します。受けいたします。さまざまな意見があると言って、知事は難色を示していると。で、住民の身体や生命の保護の重大性を超えるさまざまな意見というのはどういうのがあるんですかと言ってるわけよ。いや、これは地域の意見でしょ。これは意見でいい。こうしてほしい、ああしてほしいという要望だから。知事が難色を示すさまざまな意見というのは何かと僕は聞いているんですよ。難色を示すということでのさまざまな意見という答弁はしていないと思います。我々は地域の方々からはさまざまな意見があるので、県としては丁寧な説明を行い、十分な理解を得た上で、シェルターの建設などについても進めていただくことが肝要ですというようにお話をさせていただいています。はい、それでは安心しました。さまざまな意見をお聞きしてですね、早急に整備に前向きに取り組んでいただきたいと思います。沖縄周辺地域における不透明な中国の軍事圧力の件ですけどね、知事は中国の頻繁な軍事圧力による領土、領海について、我が国が対応すべき、米軍基地の問題は県民生活に関わるから、県として関与するというふうにおっしゃっておりますけれども、沖縄先島周辺地域の空域のね、中国の軍事圧力の影響は県民生活に関わる問題ではないというふうな認識をされてるんですか。領土の領海におけるそのような国と国との在り方については、やはり国同士でその問題解決に当たっていただきたいということであります。他方で、日米同盟の中で沖縄に 70% 以上もの米軍専用施設面積が集中していることは、県民の生活にも、これは離島も本島も限らず、県民の生活にも必ず影響しているというところから、それを改善してほしいということを要望しているということであります。私はだから今おっしゃったように、常々知事が言っていることなんですよ。この先島周辺でね、いろいろ軍事圧力があって、尖閣の問題も含めてですよ、
これが県民生活、これ県民生活といったら離島主とか入らないんですかね。離島住民の生活と言わないと通じなければ離島住民の生活と言いますよ。に関わる問題ではないと思いますか。僕はそこを聞いてるんですよ。県民の安全安心を守るという観点から、国と国による対話による信頼関係の構築、平和環境を維持していただきたいということは、離島に限らず全ての県民が幸せに暮らしていく中での必要な事項であるということは、重ねて申し上げております。知事ね、私たちの地域はね、十数年前との地域とはね、今では全然変わってしまいました。今ではね、先島地域の防衛力の整備とかね、海上警備の体制 の環境は本当に大きく変化しました。住民保護計画も含め、防衛力整備を先島にせざるを得ない状況が生み出した原因は何か、これはね、知事の、ね、認識を持ってしっかり答えてほしい。私たちの生活の環境は変わってきたんです。これをやったのは誰なんですかということをしっかりお答えください。はい、沖縄を取り巻くアジア周辺諸国の環境は、議員おっしゃるように、例えば10年などの一区切りの前の状況とは非常に、違う状況、厳しい状況になっているということは認識をしております。うん、休憩いたします。この原因を生んだのは一体何なんですかと、この状況を生んだのは誰ですか、10年前まで静かな海だったんですよ。うん、こんなこと考えなくてよかったわけ。10年間ことで変わってきた。これ誰が問題でこういうことをしたのかということぐらいは分かるでしょ。また中国に言うなって言われてるんだね。言わんでいいよ。じゃあ環境の変化には国際社会の情勢などさまざまな状況があると思います。それをアジアの地域の安全保障環境が厳しいということに当てはめると、中国の軍事力の増強、北朝鮮の度重なるミサイルの発射など、これまでもそのような懸念があるということは、議会においても答弁をさせていただいております。であるならばね、中国にこういうことはやめなさいと、住民生活がおかしくなりますよと、恐怖に思ってますよと、平和な海をやるためにはもう少し私たちに脅かすことをやめてくださいぐらいのことは言えるでしょう。こういうことはね、知事が言わないとダメなんですよ。うん、中国はね、実は軍事力の圧力に加えてね、琉球問題と称してですね、琉球は中国に属するなどとね、巧みな歴史修正の認知戦を行っています。大量にです。知事がね、これまで今の答弁もそうだったけども、今のようなね、中国に忖度した態度でね、いればですね、これはね、中国にね、完璧に利用されるだけです。知事にはね、そういう認識を持って、地域外交も含め、発言もしなければいけないんですよ。知事、そういう認識ありますか。国と国との外交においては、信頼関係の構築、対話による、その、関係性の向上に努めていただきたいということを要請させていただいておりますし、また、地域外交としては、他方面の取り組みによって、その地域の安定、安心を図っていくということは非常に重要であるというように考えております。まあ、時間がないですけどね、知事ね、やはりこういう住民保護の問題、そしてインフラの問題、そういったものはですね、本当にどういうことがこの根底になっているかということ、そしてこれから今後想像されること、これは国とね、しっかり話し合いをしてください。そして、今必要なものは何かということをしっかりとですね、理解されてことを進めていただきたいというふうに思います。